榊原長政の次男として三河の国上野坊で生まれる。仕えていた松平も豊洲に取り入れられ故障となる。父長政が死去。これにより兄清政を差し置き榊原家の家督を継承。三河一向一揆で初陣を飾る。この時に武功を立てて徳川家康から安の字の返記を賜る。元服を経て同い年である本多忠勝と共に旗本先手役に抜擢される。あまたの戦いに参戦し横須賀藩初代藩主となる。長男国千代が誕生。本能寺の変の後徳川家康の伊賀越えに同行。豊臣秀次の部隊を撃破。森長吉や池田恒興らも討ち取り秀吉へ激文を送り懸賞金がかけられる。徳川家康と共に上洛。十五位で式部の台風の官位を授かり豊臣姓を賜る。徳川軍の先手を務める。館林10万石を与えられる。三男榊原康勝が誕生。上田城にて苦戦し関ヶ原本線に間に合わず家康の怒りを買う。その後二人の仲を取り持つ。豪農園を患い死去。関ヶ原の戦いで恩がある徳川秀忠が医師や家臣を使わせたと伝わる。